どうもこんにちは、僕はですね100均が大好きで、キャンプグッズを買うのにですねメーカーものとかを買うと結構お値段がしちゃうので、こういった感じでですね100均のグッズを集めたりしてます。100円ショップの商品でもですね使うものって結構ありまして、こうやってねどんどん物が増えていってしまったんですけれども、今現在思いつくものをここに持ってきました。まあ、こうしてみるとですね本当いろいろ買ったなという感じがするんですが、ここにねいろいろあるものの中でも使ってるものと使わないもの、こういったものがねやっぱり出てきます。なのでですねまあこれは個人差があるとは思うんですけども、買ってよかったものとこれは別にいらなかったかなというものをですねここでねちょっと仕分けしてみたいなと思います。まずはねこちらです。ステンレスのお皿、セリアで買ったものですが、これはねめちゃめちゃ使ってます。こういったねお皿セットを買うと結構値段するもんですけども、8枚用意してますが、これはねかなり使ってます。で次にねこのワンプレート型になってるやつ、このワンプレート型になってるやつなんですけども、正直言ってね大して使ってないです。というのもですねキャンプに行って、料理を作りますけども、そんなにね何品も何品も作ったりしないのであんま使わないかな。こっちのね何の変哲もないお皿の方をどちらかというと使います。子供に食べさせる時にはまあここにご飯をよそって、ちょっとここにねおかずをよそってっていうような使い方をしますけども、大人はどうだろう。正直大人はあんまり使わないかなという感じです。であとねこうやってね重ねる時にこの、ね、種類が違うとね重ならないんですよ。こっちは重なるんですけども重ならない、こっちは重なるんだけど重ならないと。なのでこれだけで良かったかなって感じもちょっとしてます。でこういうちっちゃいお皿はですね、お醤油差しに使ったりとかするので、こういうのはねすごい使ってます。ということでまずねこのお皿です。お皿はすっごい使います。ただこの2種類はですねどっちか1つにしても良かったんじゃないのと思います。まあ、一応ねここに使うものとして置いときます。でこういう調理器具ですよね、お玉だったり、あと皮むき器だったり、こういうのはねやっぱり使えますし、100均で十分だなと思います。であとこれですね、フライパン返しもやっぱ使いますね。ここのね皮の部分はもう自分で作ったものなのであれなんですけども、まあこんだけあれば十分かなという感じです。でこちらですね、これもまあ自分で作ったんであれなんですが、これはですねバーベキューする時の串ですね。ここになんか肉とかを刺して焼いて、こう外すというものです。これはですね肉を焼いたりするのに使ってるわけじゃなくて、子供がね焼きマシュマロとかする時、そういう時にね使ってます。なのでねそんなに使う頻度はないんですが、まあこれはねあって困るものではないのと、焼きマシュマロとかしようと思ったら、まあ、これが必要なので、まあ、これは買ってよかったものかなと思います。あちなみにここのこの辺とかもですね自分で作ったものなので、売ってるのはここの本体だけです。で、これもですね100均で買ったやつで、自撮り棒、ここにね穴が開いてまして、これはねこの先っぽまで貫通してます。なのでこちらから空気をふーって吹き込んであげると、ここからファーッと空気が出るというものです。これはね焚き火するときにたまに使ったりするので、ずっと車に乗せっぱなしなんですが、僕が焚き火をするのはですね基本的に落ち葉に火をつけて小枝に燃え移らせて、どんどん火を大きくしていくとか、あとはですね文化焚き付けを使って一気に燃やしてしまうとかなので、これはねどちらかというとファイヤースターターとかでこう着火して火を少しずつ本当にちっちゃい火から大きくしていくみたいな人にはいいのかもしれないんですが、まあ、作ったはいいもののね大して使ってなかったりします。まあ、とはいえですね、火が弱くなってきた時とかに使ったりはできるので、ここに置いておきます、使うものと。で、この箱も100均ですね。で、この中には箸だったりフォークだったりそういったものが入ってます。まあ、よく使ってるスケータースキレットの持ち手もこの中に入れています。でね、この缶切りとかおろし金はねあんまり最近使ってないですね。あんまりっていうか全く使ってないですね。でこの缶切りに至っては缶切りも必要だろうと思って100均で買ったんですが、
そもそもね、この缶切りが必要な缶缶があまり最近ないですよね。この栓抜きもですね、栓抜きが必要なものっていうのがあまりなくて、正直使ってません。使ってないので、まあこの2つぐらいは使わない方に行きましょうか。ただこの中のものに関してはやっぱりそのご飯を食べる時とかに必要なものなので、必ず使ってるものと。でこちらもね、100均のものになりますが、こうやって重ねられるコップ、これはね、子供たちがですねジュースを飲んだりとか、あとコーンスープとか飲んだりするときに飲みやすいし、片付けも簡単なので、これはね使ってます。あとこちらがですね、フォークとスプーンとナイフのプラスチックのものが入っているセットです。これもね、かさばらないので、かなり役立ってます。これも使ってるものです。そして100均のライト、こちらがですね単三電池かな、これが単三電池で、こっちが単四電池で、こっちが USB のものです。で明るさで言えばですね、明るい順に言いますと1番2番3番っていう感じなんですが、だいたいねテントの上ってフックがついてますよね。そのフックに引っ掛けて、夜寝る時用に使ってる感じです。でこちらのライトはですね、こういう風に持ち手がついてますんで、子供たちがですねトイレに行ったりする時に持たせてます。オイルランタンとかあるんですけども、オイルランタンをねやっぱり子供に持たせて歩かせるっていうのはやっぱり怖いので、そういったね燃料を使うものではなくて電池式の LED ライト、こういったものの方がね安心できるので、これはね役立ってます。しかも100円ですからね。で、こちらの USB ライト、こちらの USB ライトは夜にね必須のものにもなってまして、USB なのでモバイルバッテリーだったりとかポータブル電源でないと使えないという欠点はあるんですけれども、これはね本当にめちゃくちゃ明るいので、今ね僕が持ってるランタンはデイツの80っていう大きなやつなんですけれども、それのね倍ぐらいは多分明るいんじゃないかな。コスパの面で考えるとですね、おそらくなんですがこのライトよりコスパがいいライトっていうのは存在しないんじゃないかと思うぐらいですねコスパがいいものなので、多分今回紹介するものの中ではトップクラスに使えるものだと思います。さあそしてね、これがね100均のシェラカップもどき、シェラカップもどきなんですけれども、ステンレスでできてまして、ジュースを飲んだりとかコーンスープとか飲んだりすると洗いに行って別のものを使わないといけないので、これはね予備として持ってます。シェラカップをね買うとだいたい1個1000円ぐらいはしますけども、これは1個100円なので、そんなにね見た目にこだわらないとか、公式には直火禁止ということになってるんですけれども、普通のシェラカップでもですね大して直火に当てたりしないよという方はですね、これでも十分使えるんじゃないかなと思います。100円っていうのがねやっぱり魅力です。さあそしてね、次はね僕の鍵なんですけども、鍵についてるもので、これ分かりますかね皆さん。ペットボトルにガチッと差し込んで使うんですが、こんな感じでねぶら下げることができるんですね。でね、意外とねペットボトルをね持ちながら歩くっていうのが大変だったりするので、これはね役立ってます。まあこれをこのまんま引っ張ると外れるんですよ。外れるんですが、まあ、こういう外し方してもいいですし、ここにねこういうのがついてますんで、これ外してそのまま飲むという感じでも使えるという感じです。これはねずっと鍵と一緒にくっつけてるので、四六時中持ち運んでるようなものになります。ほんであとね、鍵と一緒についてるのがこれなんですけれども、これは何かっていうとですね USB ケーブルです。こんな感じになってまして、こっち側が USB でこっち側が Type-C の USB になってます。例えばですね、僕はテントの中にポータブル電源を入れたりするんですけれども、いざね寝ようと思った時にね、あ USB ケーブル持ってくるの忘れたってことがね結構あったりするんですね。車の中にあったとしてもね、結構ね取りに行くのがめんどくさかったりする時もあります。 USB ケーブルを忘れた時にこれさえあればもう充電ができるので、これはねずっと持ってるものですね。でまたこれもねかさばらないので重宝してますということで、これは必ず使うものということですね。さあここからがですね、問題の使わないものに入っていくんですが、まあ、まずこれいきましょうか。スキレット、これね悪いものでは全然ないんです。ソーセージを焼いたりとか目玉焼きを焼いたりするのにはちょうどいいんで悪いものではないんですけども、いかんせんですね僕スケーターのスキレットも買いましたし、ニトリのスキレットも買いましたし、あとねビーパル付属の鉄板も買いました。なので
だんだんね、このちっちゃいものがいらなくなってくるというか、大きいもので料理をするようになってきたので使わなくなったな。これはね、良くなかったよっていうことでは全然ないです。ただ、物が増えてきてだんだんね隅に追いやられてきてしまったものということで使わなくなったものの一つです。で、同じくですね、こちらもダイソーのステーキ鉄板なのかな、なんですが使わないな。キャンプを始めた頃にですね、これでハンバーグを焼いたりとかステーキ焼いたりとかそういった感じで使ってはいたんですけれども、これもねさっきと同じ理由で別のスキレットとかを買ってしまったので使わなくなったものですね。ステーキ鉄板も使わないのでこちらの下の台も使わなくなったというものです。で、例えばですね、これだったら、ここの穴にねフックをかけたりとかしてぶら下げたりとかっていう持ち運びの簡単さもあるんですけれども、これね結構バラバラになっちゃうし持ち運びが難しいんですよね。で、ここの表面にですね当然油を塗ってますんで汚れちゃったりとか周りを汚しちゃったりとかするので、そういう意味も含めて使わないものになりましたね。で、同じようにですね、これこちらですね、ハサミ、まあ言ってしまえばですね、これを持つためだけに買ったんですよ。料理した後ってこれがすごく熱くなりますんで、これを持つためにね買いましたけれども、これを使わないんで当然これも使わなくなったと。今はもうこれとセットで使わないものという感じです。で、これがさっきの使わなくなったおろし金と、あとほぼ使ってない缶切りですね、これもここに置いときます。で、次にこちら計量カップ。計量カップもですね、最初いるかなと思って買ったんですよ。お米を測ったりとか水を測ったりとかするので、いるだろうと思って買ったんですけれども、料理をするにつれてですね、なんとなくの分量って分かってくるんですよね、目分量というか。で、もう僕の元々の性格としてもですね、細かいこと気にせずにやっちゃうタイプなので、そもそもね僕自身がこういうのを測ってやる人間ではなかったということで、これはね使ってないですね。で、次がですね、ダイソーで買った、木のまな板。木のまな板なんですが、これね表面がねあんまりヤスリがけされてないようなザラザラな状態なんですが、それプラスねこの木の材質的にですね水をめちゃめちゃ吸うんですよ。で、水はめちゃめちゃ吸うし、水を吸うので変色しやすいしっていうことで、食材のね色とかも全部吸ってしまうような感じです。なので、この木のまな板、見た目はいいですよね、なんか見た目はそれっぽくていいんですが、現実的に考えるとねこの木の材質とかそういったものから考えて、これはね買わない方がいいものだと思います。ちょっとお値段は張ってもですね1000円とか2000円ぐらい出してでも、ちゃんとした木のまな板そういったものをね買った方が何回も使うことを考えると絶対いいです。多分こっちのおろし金とか缶切りの方がまだね使えると思います。さあ、それでは続いていきます。スポンジだったり洗剤だったりたわしだったりっていうものと、この網ですね。で、これはですね食器を洗うためのセットとして買いました。で、最初の頃はね使ったんですよ。ちょっとは使ったんですが、で、僕個人でですねソロキャンプに行く時もファミリーキャンプに行く時もお皿はね基本的にこれなんです。これしか持っていきません。当然ねこれで洗うということになるわけなんですが、キャンプ場ってねどうしてもお水で洗うじゃないですか。お湯は出ませんよね。で、お水で洗うのでなかなかね油汚れが落ちなかったりするんですよ。特にねうちの奥さんとかそうなんですが、キャンプ場でねこれ綺麗に洗ったとしても家に帰ってもう一回ちょっと油汚れがあるかもしれないかっていうのでお湯で洗うんですね、もう一回。で、それってね二度手間なんで、それだったらもう家で洗った方が良くないっていうことになって、食べ終わったものをですねこうやって重ねてゴミ袋の中とかに入れて家に帰って洗うようになりました。で、キャンプ場行く時もですね基本的に1泊2日しかしないので、僕とかみたいにですね1泊2日しかしない方、1泊2日しかしない方は、家に帰って洗うという選択肢もありだと思うので、このね食器洗いセット、この食器洗いセットはもう全く使ってないですね。なぜなら家で洗うからという感じです。このね食器洗いセットに関しては、本当にね人によりだと思いますので、いや絶対洗って帰らないと嫌だっていう人もいれば、家帰っててもいいやっていう人もいると思いますので、これはね本当人それぞれですが、僕は使わなかったものです。で、こちらがですね物干しネットで、多分ね食品とかを本当は乾かすものなのかな、乾燥させるものだと思うんですが、食器を洗った後にですねこれに入れて乾かすことができるだろうと
思って買ったものなんですが、そもそもですね、食器をキャンプ場で洗うということがなくなってしまったので、これ使わないんですよね。で、これね、かさばるので余計に持っていかなくなりましたね。結構大きいですからね。なので、この食器洗いセットと含めて使わないものリストになってしまいました。でね、極めつけがね、これかな。ウォータータンク20リットル。これね、見てわかる通りね、袋から出してもいません。確かこれね、夏にキャンプに行った時に買ったんですよね。いるだろうと思って、20リットル入るからね、たくさん入っていいだろうと思って買ったんですけども、まあね、冷静に考えるとね、これ全部いっぱいになったら20キロあるんですよ。20キロあるので持ち運ぶの結構大変ですよね。まあね、食器を揺すいだりするのはですね、炊事棟に行けばまあできるんですよ。できるので、これをね、使おうと思うとこれプラス台が必要で、それとね、この水を受けるバケツも必要になってきますんで、これを使うだけでね、結構な荷物に多分なるはずなんですよ。なので、まあ、いざとなったら使うのかもしれないんですが、もうね、買って半年ぐらい経ってるんですが、袋から出してもいないので、おそらくね、これ多分使わないんじゃないかなと思います。まあね、何度もね、キャンプに行って結局感じたのはですね、ソロキャンプ行ったりとかすると2リットルのペットボトルがあれば十分だったりするんですよね。で、2リットルのね、ペットボトル分用意したとしても多分半分も使わなかったりとかするので、なぜね、この20リットルを買ってしまったんだという感じがしますね。多分これね、2家族でキャンプ行くんだったんで、まあ、20リットルぐらいあったら便利だろうと思って買ったんですよね、確か。ただ、キャンプ場に行ってみたら炊事棟も近くにあったんで、じゃあ炊事棟でいいじゃんということになってしまったということでね、多分このウォータータンクみたいなのを使ってる方っていると思うんですよ、あのもっといいやつとかだけど、これは使わなかったなって、多分今後も使うことはないだろうというようなものです。まあ、キャンプ場によってですね、飲めない水があったりとかするので、まあ、そういうところに行くとなるとですね、必要なものになってくるかもしれないんですが、今のところですね、そういったキャンプ場に行くこともあんまりないので、必要ないものと言えるんじゃないかなと思います。はい、そういうことでですね、必要なものと必要でないものっていうのを分けてみました。まあ、この必要なものと必要でないものに関してはですね、人によって全く変わってくると思うので、あくまで僕は必要だったり必要でなかったりっていうだけなんですけれども、まあ、今までですね、買った100均グッズをまとめると、このような感じになります。まあ、中にはですね、これとか特になんですが、買う前から冷静に考えたら分かるじゃんっていうものもあったりするんですが、その時はね、欲しくなって買っちゃうんですよ。なので、買う時にね、一度ね、冷静に考えるっていうのも大事なんじゃないかなと思います。まあ、ということでですね、ここがもう使うものなんですけれども、意外とね、使えるものって多いですよね。今回は、100均で買ったキャンプグッズ、こちらをですね、まとめてみました。基本的にね、ほとんどが100円で買えるものばっかりなので、もしですね、この中で気になるものがあるという方はですね、セリアかダイソー、そちらのお店に行っていただいてですね、ぜひ見てみてください。それでは